タキスコ075-8番です。まず一巻きをします。ゲートはコンマ 0.30 です。折り返して、2本折り返してつけるようにします。シャンクの3分の1ぐらいの長さで染めます。最初上に止めてぐるりと下に移動させて止めます。これですね。続いてテールを結んでいく。テールは、マラグ、マラブの先端細くなっているところですね。細くなっている方を最初に巻いていきます。で止めていきます。今回は、アンダーボディを使いませんので、マラブでボディを作っていきます。なのでマラブは長めにカットをしてこのようにボディにしていきます。続いてメインのテールを長さは基本的にはシャンクよりも若干長い程度。最初にこれが、スピードですね。スピードを止めます。続いてシェルター材を同時に巻いていきます。その時にこのようにファイバーを片側に乗せる、このようにまず整えてから巻き込んでいきます。で今回はボディ材は密に、密度が濃くなるように隙間を若干開けつつ巻いていきます。でその時に注意したいのがファイバーをこう後ろに投げつけながら前に巻き進んでいく。カッと仮止め。最後はシェルターだけ回転ないし、回転ぐらいですかね。止めて、カットです。ヘッドを作ってあげて、でこのままでもいいんですが、私は
ページも不幸無理で、までつけて整える、整形をするというか整えるようにしています。こうするとこうかっこよく最後仕上がります。